皆さんは電車って使えますかね？僕はもう今住んでる家だとあんまり電車を使うことはないんですけども、もともと東京出身、東京在住だったので、その頃はよく電車使ったんですよ。今回はその電車にまつわる話なんですけど、この話自体はもう聞いたのは結構前で、まあその話をしてくれた方っていうのは僕の知人のまあ男性の方で、会社員されてるんですよ。彼は毎朝電車に乗って、まあ、自分の会社に出勤するんですけども、まあ、当然都内の、ね、会社って、まあ、大体始業時間似たようなものなので、大体時間的には、まあ、その時間に目がけてね、みんなで、ね、電車乗っていくとなると、まあ、当然混むわけですよ。まあ、それを通勤ラッシュって、まあ、俗に言いますけどね。まあ、その通勤ラッシュの、まあ、ど真ん中でね、もう満員電車で揺られながら毎朝彼は、行ってたんですけども、まあ、その日もいつものようにですね、自分の家の最寄り駅から乗って、で、一回乗り換えて、まあ、都内の、まあ、某 JR 線、確かに山手線だったか中央線だったかだと思うんですけどね、その辺の電車に乗り換えるんです。で、まあ途中の駅で乗り換えるもんですから、まあもともとその JR 線をね、使ってね、遠くから座ってやってきた人たちがいっぱい座ってるので、まあ、当然席には座れないんですよ。で、その駅でも一応ね、乗り換えの駅でもこうバーって行って人降りてくるんですけども、それをね、見送ってから急いで乗ってっても、もう席は埋まっていて、で、運が良ければ、その席のね、端というかね、このドアのちょうど横のところにあるような、まあちょっとなんかこう、手すりとかあって、まあ持たれたりとかできるような、ね、場所あるじゃないですか。あそこにもたれかかってると、まあ、ドア側を向いてこうやってじっとしていればいいだけなので、まあ楽なんですよ。で、もうそれもまあね、入ったらみんなそこにスーって行って入っていくんで、その時はね、入れなかったんですよ。で、さらにね、運が悪いことに乗って、で、それでもまあ、手すりがね、近いところに何とか乗れてこんなんなって乗ってたんですけど、結局ね、自分が入った側と次の駅で、反対側からどんどん人が乗ってちゃって、今度。で、うわーって流されちゃって。で、ちょうどね、ドアとドアの間、真ん中ら辺でもう手すりも何にもないってところに、こう、行っちゃったんですよね。で、当然もう足元もちょっと、みんなギュー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 してるから、もう、おぼつかないんですよ。うわーもう最悪だなー、どっか手すりとか掴めたいんだけど手すりないよなー、もう、なんて言って。で、こうやって、うーんって言いながら乗ったんですけど、目の前に、ちょっと自分より全然背が小さいね、女の人、OL さんが乗ってたから、あ、やべえと思って。まあね、痴漢とかに、間違えちゃったらもう嫌なもんですから、手を下ろしたんですけど、手上げたんですよね、こうやって、片方。で手上げて、でも掴むとこもないから、もう、なんかこんな感じの格好して、で、カバンこちらこうやって持ってて、もーって言いながら乗ったんですよ。で、かと思えば、後ろにはね、結構大きな男の人が、ズーンって乗ってるもんだから、邪魔だなーなんて思いながら、こうやって、まあ、押し合い、へし合いしながら乗ったんですよ、これ、ずーっと。で、しばらく乗ってると、あってなったんですね。なんか、足を誰かがぶつけたんですよね、足に足を。あーっと思ったんですよ。あ、で、一回それで、あ、すいませんって言って、足引っ込めて、まだ乗ったんですけど、またしばらくすると、ガッてぶつかるんですよ。あ、すいませんって言って、もっと引っ込めたんですけど、ガッてまたぶつかるんですよ。なんだよってちょっと思っちゃって。まあでももう今こんなおしゃれしゃいで、ここら辺のね、同じ頭もあるし、こうやってなんか頭下げてみたら、あれかなってのがあったから、まあ見れないわけですよ。まあ見れないけど、なんか足にガッてって蹴られてるんですね。なんだよ、まったく、つって。って思ったんですけど、その時ね、あれって思ったんですよ。ただ、隣同士で乗ってたりとかして、足をね、踏んじゃったとか、まあそういうことあるじゃないですか。満員電車の時とかに。で、その時にちょっと引っ込めて、あ、すいませんとか、で、振っちゃった方もごめんなさいとかって言ったりするじゃないですか。そうじゃないんですよ。スーって立ってる自分の足に、こう当たってるんですよね、足が。横向きに。え？と思ったんですよ。で、え？と思いながら、でも下見れないから、え、なんだろうって思ったんですよ。もうとりあえずでもこのままだバランス崩れちゃうからって言って、ちょっと足戻して、って言って思ってたんですよね。で、またしばらくするとまたガッて当たるんですよ。え、なんだよっつって思って周りを見たんですよね。こうやって周り見たんですけど、当然みんなまっすぐ立ってるし、で、
椅子とかにね、座ってる人が足を伸ばしてぶつけたのかなとも思ったんですけど、さっき言ったようにね、ドアとドアの間、席からも遠いんですよ。そんなとこまで足伸ばして届くわけないです。あれって思いながら、ずーっとね、頭の中にハテナが浮かんだ状態で、ってやったんですよ。そしたらね、次の瞬間、ふわーってなったんですね。で、思わず変な声出しちゃったから、周りの人がみんなバッて言って彼の方を見て。で、彼も、バッて言って、口を押さえながら、すいませんって言って、言ったんですけど、気が気じゃないんですよ。なんでかっていうとね、彼がこうやってやって、あれおかしいな、なんで蹴られてんだろうな、なんでこうやって蹴られてんだろうなって言って思ってる最中、次の瞬間、足のふくらはぎのあたりですよ。ふくらはぎのあたりをこうやって誰かに腕でガッて掴まれて、ズリ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 って、頬ずりされたんですよ。で、思わず、うわっ！って言って声を上げたんです。この位置ですよ。もう、膝より下の位置。そんな位置にね、顔をね、こうやってね、満員電車の中ですよ。ズリ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 ってやってくるような人なんて、いるわけないんですよ。だから彼もね、この話をした後に、な、これありえないだろ。ありえないってことは、人以外のものとしか思えないよな。俺未だに電車乗るのちょっと怖いもん。そうやって言っていました。